はい、直角スリムをご覧の皆さん、こんばんは。阿久間県知事の山本一太でございます。私はこの番組のプロデューサー兼キャスターを務めております。今晩もですね、県庁の32階、この鶴の巣、放送動画スタジオ鶴の巣から、生で配信をさせていただきたいと思っています。今日のネクタイですね、この色見ていただいて分かると思うんですけども、これは実はウクライナ国旗の色でもあり、実は群馬県が誇るサッカーチームザスパ群馬、ザスパ草津群馬のですね、実はシンボルカラーでもあるわけなんですけども、このスタジオに来る前にですね、ちょうど NBC アメリカのニュースの NBC ナイトリーニュースっていう、レスター・ホルトっていう有名なキャスターがいるんですが、このレスター・ホルトが、ウクライナの大統領に単独インタビューをした、これも実は拝見をしてからここにやってまいりました。群馬県としてもウクライナ難民の方々に対する支援をですね、しっかりやっていきたいというふうに思っております。募金についても県民の皆さんにいろいろとご協力をしていただいてますけども、引き続き県庁1階でですね、募金箱を設置しておりますので、ウクライナ支援についてもですね、ご協力をいただければというふうに思います。はい、ということでですね、今日ザスパ草津群馬の話から始まりましたけども、今日はですね、新たな新体制で、新たな新体制ってリダンダントでしたね、新たな体制で、スタートを切ったですね、ザスパ草津群馬、我らが誇る、群馬県のですね、プロサッカーチーム、石井浩二社長と大槻剛監督にわざわざスタジオまで、足を運んでいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、もう皆さんザスパ草津群馬のことをご存じだと思うんですが、簡単にご紹介いたしますと、95年にリエゾン草津と、私のふるさとの草津温泉で呼ぶ声を上げたっていう感じでリエゾン草津として活動を開始したと。2002年にザスパ草津に名称変更して、2005年 J リーグに加盟したということで、2013年にザスパ草津群馬に名称変更して現在 J リーグに所属をしています。もう石井社長のことをご存知の方も、その分野の方よくご存知だと思うんですけど、簡単にご説明するとですね、社長は大分県の大分市出身で、何しろね、リクルートとかね、野村総研にもおられたっていう方で、日本女子プロ野球機構の理事も就任されて、ミクシーにもでも働いておられたり、ミクシーでは確かスポーツ事業部長などもやっておられるということで、2019年から3シーズンにわたって FC 東京でマネジメントダイレクターなどを兼務し、サッカーチームの経営に携わったということで、22年の2月から株式会社ザスパの代表取締役を務めていただいております。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それから大槻監督、これもサッカーファンで知らない方いないので、ご紹介の必要もないと思いますが、宮城県仙台市出身ということで、仙台二高出身って もう宮城県切っての名門高校すごいなと思ったんですけど、その後筑波大学行ってソニー仙台 FC で J1 とか J2 のさまざまなチームでですね、大槻監督はスタッフとかコーチを務めて、浦和レッズの監督だったことを皆さんよくご存知だと思うんですが、2022のシーズンにですね、ザスパ草津群馬の監督に就任していただいたということでですね、今日はこの強力な、お二人、なんていうんですかね、群馬県が今デジタル後進県からデジタル先進県を目指していろんなことやってるんですが、そのなんかこう流れにね、しっかりとこう符合しているようなですね、インテリジェンスのこの強力なインテリジェンス能力を持ったお二人が揃ったという感じなんですけど、今日ザスパから提供していただいているスライドをこうなんとなく皆さんにお見せしながら、少しお話を進めていきたいというふうに思っています。まず石井社長に少しいろいろとご質問させていただければと思うんですが、ザスパ草津群馬今年クラブ創立20周年、ということなんですけども、今やっぱり新型コロナで結構ね、スポーツ全般影響を受けてて、ね、特にクラブチームいろんなところがもう経営も大変だと思うんですけども、このタイミングで、大変我々にとってはすごく嬉しいことなんですけども、ザスパ草津群馬のですね、社長を引き受けていただいた、どんなきっかけ決め手があったんでしょうか。はい、ありがとうございます。改めまして石井でございます。今日こういった番組にまず出させていただいてありがとうございます。はい、あともしかしたらね、昨晩 の地震のこととか停電のことで、ご苦労されている方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとそういった中でこういった機会をいただいたことに対して本当に感謝したいと思います。どうして引き受けさせていただいたかというのは、一言で言うと本当にいろんな運とかご縁が重なってというところはあると思います。はい、ただ私の心境としましては、先ほどインテリジェンスって話をさせてもらって大変恐縮ではあるんですけども、
まあ、どちらかというとあのリクルートがやっぱりリクルート事件の中で、はい、あるいは、うん、あの1兆2000億円とい う, こう大きな借金を背負ってきた中で、うんうんまあ、どちらかというとこういろんな企業と一緒にですねやっぱり苦労しながらこうまああの育ってきたっていうですねわりかし私の仕事自体は本当に現場で汗をかきながら本当にあのいろんな問題にぶつかりながらやってきたっていう経験が多くてあとかなり企業再生とかもやってましたので本当にあの苦労してなかなかこう稼げないというお客様の現場でまあ共に営業したりとかまあ、共にこう店舗をなんとかこうお客さんをこう呼ぼうみたいなことをやってきたのでまあ知らず知らずのうちの私の中にこうなんか大変な場所の方があのなんか役に立てるんじゃないかなっていうですねまあそういうところはあの正直あったかなというふうに思ってますんでなんかいろんな方から大変だよ大変だよって言われるとちょっと逆にあのちょっと燃えてくるというか大変だったらじゃあなんかこうそっちの方が役に立てるなっていうなんかその思いがあったのが一つ目ですね、うん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 、もう一つはやっぱりこの北関東ってことのすごいポテンシャルは実は感じてまして、うんうん、実はこう数年前に結構あのカナダの大使館さんからやっぱりいろんなお勉強会にこう招かれた時に、はい、今カナダってすごくアメリカから優秀な実はクリエイターとかがどん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 やっぱりその政府の政策にちょっと言い訳がさしたりとかあとはやっぱりアメリカっていう国のその非常にこうまあギスギスした情報社会の中でやっぱりもうちょっと自然があってこうゆったりとクリエイティブさをこう発揮できるようなそういったところに移りたいなという方がどん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 優秀な方がカナダに移られていてカナダもまた移民政策の中で実は今カナダの多くの都市っていうのがゲームクリエイティブスタジオを作ったりとかあと今 Amazon プライムとか Netflix とかああいった番組を作るですねスタジオをどん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 実はカナダが誘致してるんですね。でそこに優秀な人が世界から移ってきてでしかもそういう人のこう雇用政策を結構やってましてそういうことが大学とか地元の専門学校を出て実は地元の企業にそういったスタジオにあの配属あの就職すると3年間は実は給料をあの町が補助するみたいなそういう政策をすごくやってましてなんかこの流れって日本でも来るんじゃないかなっていうふうにすごく思ってまして、うん、でコロナが今すごくそれを加速してるのかなと、うん、で群馬県のなんか移住の相談の順位も今上がってるっていうふうに聞いてますんで実はカナダと同じように東京とかの優秀な方がリモートで群馬で働いてもいいかなとか、うん、場合によっては群馬の企業で働いてもいいかなっていうふうになんか移ってくる流れが実は来るんじゃないかなと、うんうんまあ、そういった中で実はスポーツビジネスみたいなものもなんか発展する余地がすごくあるかなというふうに思ってまして実はちょっと調べたんですけどもあのいわゆるアマチュアサッカーって日本サッカー協会に選手登録をするんですけどもだいたい東京が人口比でいうとその選手登録されたあの選手っていうのがだいたい 0.61% なんですよ。ところが群馬は 0.7% 実は絶対数でいうと東京の方が選手が多いんですけど、うん、登録率でいうと群馬の方が高いんですね。で、さすがに清水とかに行くと 0.8 とかでさらに高いんですけども、うん、実はザスパなんかがきっかけになってもっともっとこうサッカーが普及していくと、うん、実はその多くのサッカー選手っていうのを輩出できる県にもっともっとなれるんじゃないかなっていうポテンシャルは十分あるかなと思ってまして、これは今までやっぱりアマチュアサッカーとかでこう草の根でグラスルーツってよく言いますけども、うん、やっぱりサッカー普及をしてきたあるいは群馬県サッカー協会さんの今までのやっぱり積み上げっていうものがやっぱり資源としてはすごくあると、うん、でここにさらにこうザスパのサッカーっていうものがうまくこう絡み合うことによって、うんうん、実は案外こうサッカーで有名な県になれるんじゃないかなって、うん、なんかそういうねポテンシャルもすごく今感じているというところですね、うんまあ、このあたりがすごく進むんですよ、うん、長くなりましたけど、うん、決め手になったところでございます、うん、ありがとうございます。あのまず最初にですねあの、まあ、石井社長さすがだなと思ったんですけども昨日のね、その地震の影響についてもすごく配慮いただいて実は今日 の, あの定例会見でも知事として申し上げましたが群馬県は、まあ、今のところあまり大きな被害の報告はないんですけども、まあ、被災したあの皆さんにはお見舞い申し上げたいと思いますし、まあ、また知事会等々を通じて群馬県もできる限りの支援をしたいというふうに思っていることはちょっと申し添えておきたいと思います。あの今お話聞いてねやっぱさすがになんていうのかないろんなこうデータを分析されて私はとっくに嬉しいのはね
まあ、今知事になって2年半なんですけども、まあ、群馬県の新しい少し可能性を伸ばそうと思ってやってきたわけですよね。特にコロナ禍で起こってるっていうことはまさにその、地方のその価値の再定義なんでね、そういう中で群馬県の今の流れも踏まえた上でちょっとやりがいあるかなと思っていただいたので、ね、ものすごくの嬉しいなと思うんですけども、まあ、ちょっとクラブの方向性とかについてもお話も聞きたいんですが、あのせっかく大槻監督にもいるんで同じ質問で、あのちょっとあの少しお考えをお聞きしたいと思うんですけども、まあ、監督もね J1、J2 の各クラブで監督コーチを歴任してきたということでですね、まあ、あのさっきもあの、ね、これこのスタジオに入る前に石井社長がいや大槻監督来てくれてすごい良かったって言ってるんですが、どうしてこれも群馬県民にとってもサッカーファンにとってもすごく嬉しいことなんですけども、なぜ今回受けていただいたんでしょうか。はい、今日本当にありがとうございます、はい、いただいて、ザスファ草津群馬に、まあ、監督として就任するにあたりですね、まず一番はご縁があったということはすごく僕にとって幸運なことでした、はい、現強化本部長である松本大樹氏から連絡をいただいて、はいはい、クラブはこういう状況で、うん、監督のところでオファーを 出させてほしいという連絡をいただいて、正直あのザスパのことはあの分かってはいましたけども、うん、深いところまで知ってはいなかった部分が1点ありましたけれども、はい、昨年終盤あの J2 の、ね、残留争いのところの試合はほぼ見ていました、はい、でまあ、戦力的なところでチームの背景みたいなところもそこで見ながらね、あのゲームの内容を見ていて非常に一体感のあるチームだなというのを感じておりました、うん、はい、その中でご縁のある人からそういうタイミングでお声をかけていただいて、うん、もう僕の中でやりたいという気持ちがね一番先に立ったのがまず大きな理由ですけれども、はい、その後いろんな状況を聞いたり、うん、あの話を聞いたりもした中で、うん、あこの挑戦はぜひ受けるべきだと、うんうん、そしてまたねあの、まあ、その後で、まあ、今年のスローガンも決まりましたけども、はい、僕自身もこのクラブで挑戦したい、うん、あの一緒にね選手とね何か一つこのくらいできるんじゃないかという思いが強くありまして、うん、引き受けさせていただきました、はい、あのすごい力強いお言葉もいただいて、うん、まあ、本当にあの私も地位として、まあ、県民としてあの関監督に来ていただいたということを大変嬉しく思っていることをまずですね、まあ、県民を代表してお伝えしたいと思うんですが、あのそこで確かですねちょっとこのメモあるんだけど、あの石井社長が就任会見の中でね、まあ、今感染症の話をされて、うん、まあ、今県民市民、県民市民今我々が何をすべきかということを考え直すタイミングに来ているとかね、できるだけ日常生活に明るい話題を持ち込みたいとっていうかね、挑戦するストーリーを生み出したいというふうにおっしゃってるんですねでこれやっぱりもちろんまず大槻監督に来ていただいたということでまずは勝つということも大事だし、まあ後で少し細かいこともあのお話しますけども、今結構あの検討もされているわけなんですが、そこでね、まあ、もちろん試合に勝つ、例えば優勝を目指すみたいなことはもちろんなんですが、今のコロナ禍の中でこのクラブの位置づけとかね、意義とかそういうことについても少し今までと違う感覚を石井社長が持っておらして、つまりねストーリーを作ることによって、まあ県民を元気にする、つまりスポーツ、まあ、ここからこれもあの後で少し話題になると思うんですけども、私は地位としてあの打ち出した新しいスタンスの中にね、プロスポーツを通じて地域社会を進行、あの盛り上げていくと、経済を盛り上げていくっていう考えがあるんですけども、まあ、そこにも、まあ、もちろんつながっていくんだと思うんですが、ストーリーを作っていくっていうことの大切さ、勝つっていうことはもちろんなんですけども、県民を感動させるストーリーを作るっていうことの大切さについて少しあの監督のお考えをお聞きできればと思います。はい、あ監督じゃない、ごめんなさい、社長まず。あ、私ですね、はい、ありがとうございます。失礼しました、はい、いえいえ大丈夫です、はい、ありがとうございます。あの私もあのちょっと、まあ、いろいろ勉強 しなきゃなというふうに思いまして、うん、いろんなこう本を読む中で、あのハラリ氏っていう方があのホモ・サピエンス全史というです、ね、はい、本を書かれてるんですけども、まあ、その中でやっぱりその国家っていうのはその物語だっていう、うん、まあ、話が非常にこう自分の中に残ってまして、はい、うん、でやっぱり群馬県の県民性とか、まあ、結局県の誇りに我々がなるためには、うん、クラブってどういう存在であるべきなんだろうなと、うん、当然その、まあ、視聴者の方はご存知のようにそのクラブが、はい、その経済効果っていうのがね、うん、直接経済効果がすごく高い数値がやっぱり出せる存在ではない中で、うん、じゃあ我々がその県の中で存在している意味って本当に何なんだろうと思った時に、うんうんうん、やっぱりその群馬県の中でのその物語、うん、やっぱり挑戦するストーリーであるとか、うん、
例えば本当にあの選手人件費が J2 の中でほぼまあ一番下の、うん、まあ、2億円強というところでやってるんだけど、はい、でもこれだけ大槻監督の手腕の中でやっぱり戦えてる、うんうん、やっぱり知恵を使ってあの選手たちがこう必死に戦うと、うん、実はこう十分ね強いチームに越せるんだっていうストーリーを毎試合起こしていくことが、うん、やっぱり群馬県のこう子どもたち、はい、あるいは、うん、結構ですねやっぱりその長くサポートしていただいている企業のやっぱりスポンサー企業の社長さんに、うん、やっぱり話を聞くと、うん、やっぱりね試合から勇気もらうんだよね。なるほど。でやっぱり経営者ほどやっぱり今のこの経済の辛さっていうのが分かってる中で、うんうん、やっぱり経営者が勇気をもらってる、うん、それはやっぱり勝とうが負けようが、うん、やっぱりそういう物語っていうものから、はい、やっぱり群馬経済に、うん、やっぱりそういう精神的な目に見えない活力を、うん、物語を与えられる存在なのかなというふうに思ってますし、うんうん、やっぱりそういったことを我々はあの引き続きあの絶えまずね、うん、本当にあの県民に提供できるような、うん、やっぱりそんなに存在でいなきゃいけないなっていうのは思ってます、うんうん、はい。あの昔長島巨人の時にメイクドラマっていうのは結構流行語になったんですけども、うん、やっぱり今のもうあの社長はいろんな企業の経営とかねそこら辺にも携わっておられるんですけどやっぱり今企業の理念っていうかパーパスとかね、うん、こういうことがやっぱりものすごく叫ばれてる中でやっぱりすごくいいなと思うのはこのザスパクサツ群馬の在り方についてまさにその理念哲学、うん、我々が求めていくべき価値観みたいなものについてこう明確なビジョンを持ってるっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思ってるんですがあのそこで大槻監督もあのおそらくずっとスポーツに携わっておられて特にねこの2年間私も結構、まあ、政治家っていうか元総理とかもこう呼んでるんですけどあの上野選手とかねいろいろアスリートの方々も呼んだんですけど、はい、まあこの2年間本当にスポーツをやってる方々にとってはまあ、途端の苦しみを味わった2年間だったと思うんですけど改めてスポーツの意義みたいなものをね我々なんていうか再認識した時期でもあってまあ東京五輪いろいろあの賛否両論ありましたけどもあれがあったからこそなんか夏耐えられたみたいなところもあって今パラリンピックも見てるんですけどもまあかなり感動もあのいろんな感動を得てるわけですが改めて大槻監督はこのクラブの意味とかねそのスポーツの意義っていうのをこの2年間どんなふうにお感じになられたでしょうか。はい、まあ、サッカークラブに所属している選手、うん、スタッフもそうですけどもそれぞれが懸命にね一日一日をこう自分の目標のために過ごす、うん、そういった姿に自分を投影しているようなね、うんうん、その観客の皆様テレビの向こうの皆様は、はい、そういったところが非常に大きいと思うんです、うんうん、先ほど知事がおっしゃったストーリーということでいうと、はい、自分のストーリーを、そのテレビの中の選手やチームに重ねて、うん、成功体験や共に戦うような経験を共有できるこれがスポーツの本当に素晴らしいところだと思っていますし、うんうんですからその地域の中で我々のチームだったり我々の投影しているチームのような感覚がね常にスポーツのなんていうかな影響力を生み出していると考えています。そういった意味でその各 地方に今 J のクラブがありますけれどもその地域の中でのその公共財としての一面そしてあとはそこに応援してもらっていることによるもう一人の自分もう一つのチームみたいなねそういう感覚のようなものを我々はやっぱり作り出すそういう義務があると思うしそれにやっぱりね努力をねしていきたいなと思っています。ありがとうございます。今日はね結構ファンクラブのっていうかサポーターの方もかなり見てるんでいかがですかこの2人。あのね群馬県はまあ、ちょっとデジタル後進圏だったんですが、まあ、あの私になってから結構デジタル先進圏を目指して、うんまあ、よくね今流行りの言葉で EBPM っていう言葉があってエビデンスベースポリシーメイキングっていうんだけどやっぱデータによって政策を作っていくっていうことなんですけどもやっぱりあのこの2人今までと違うところはある意味で言うといろいろビッグデータを集めてくると。でその中でやっぱり大槻監督が私もサッカーファンの人とかいろいろ話を聞いたんですけどやっぱ選手にモチベーションを与えるっていう意味ではもう特別な才能を持った方だと実はあのサッカー関係者からもお聞きしたんですけどもまあ皆さんどうですかこの2人の組み合わせね嫌がおうでも期待が高まってると来ると思うんですけどもそこでちょっとあのここからは少しチームの戦略についてお聞きしたいと。まあ初めて社長がわざわざ知事室に訪ねていただいて少しこうサスパの話をした時にね大槻監督がとにかくしっかりとこう各選手のデータを集めて、映像も撮って研究をしていくとつまり時間が経てば経つほど多分ビッグデータが集まってきてねおそらく戦略が変化していくと思うんですけどもどんな戦略でチームを強くしていくのかさっき言ったように、
勝敗だけは全てじゃない。やっぱりドラマを作ることが、うん、いわゆるそのみんなを感動させることが一義的なことなのかもしれませんが、しかしそれでもやっぱり、ぜひ一つでも多く勝って上に上がってもらいたいというみんな思いを持っていると思うんですが、このチームを強くしていくという戦略についてはどんなことをお考えでしょうか。はい、本題は多分大槻監督が喋っていただいた方がいいと思うんで、はいはい、私の方である程度こうどちらかというと大槻監督から学んでるところではあるんですけども、うんはい、まずその一人一人の選手のやっぱり特性とか個性とか、うん、場合によっては屈性、うん、好みっていうところまで、うん、本当に大槻監督はよく見られてるなというふうに思います、うん、結局選手も突然来た監督に、うん、なんでこう身を委ねられるのかっていうと、うん、あ、この監督は俺のことをよく分かってくれてるっていう信頼前提がないと、うん、やっぱり身を任せられないのかな、うん、まあ、そこにおいては多分大槻監督はそんなことはないって言うとは思うんですけど、うん、私は正直こういう業界で働いてきて、ここまで選手一人一人のことをしっかりこう観察して、うん、やっぱりこう強み個性を分かっていただいている監督ってちょっと今までいなかったなっていうふうには思ってます。もう一つはこれも私も経営において監督から学んでるところなんですけど、監督ってちゃんと学習する方を組織の中にチームの中にこう作ってるように見えるんですね。ですからデータはもちろん使うんですけども、データだけを使えばいい、 IT だけを使えばいいわけではなくて、やっぱりその中でそこに巻き込まれていく人がだんだんとおのずから学んでいって、はい、自律的に自分で考え動けるようになる、うん、なんかそのね、型を埋め込むとかその仕組みを埋め込むっていうのが、うんはい、実はすごく大事なんじゃないかなっていうふうに今すごく感じてます、うん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 、なるほど。監督いかがでしょうか。ね、おそらく今いる選手、今社長の方からね、監督が一人一人の選手の特徴とか強みとかよく把握されているということなんだったんですけども、まあ、要は一人一人のポテンシャルをね最大限に引き出すっていうことだと思うんですが、開幕戦私も拝見をさせていただいて、モンテリオ山形だったんですが、うん、強いチームで4位か5位ぐらいだったチームだったと思うんですけども、まあ、相当攻撃力がある中でね、まあ、ディフェンスとにかく守りきって、くしびき選手でしたっけ、ゴールキーパーすごかったんですけど、はい、でも本当に少ないチャンスをものにして、まあ、最小得点差で勝ったと。今考えてみたら1勝1敗に引き分けぐらいなんですが、今のちょっと社長からもありましたが、どうやってこのザスパを強くしていくのか、どんな作戦で臨んでいくのか、まあ、言える範囲でいいと思うんですけども、ちょっとそこは監督のお考えをお聞きできればと思います。はい、もちろんチームとしてのね、プレーの型というか、はい、その型というのはそこに押し込めるわけではなく、うん、選手が共有するもの、うん、それをまずは明確にしたいと思っています、うん、で場面場面でいくつかのエリアだとか、はい、場所時間 で、はい、でその我々がやるべきこと、うん、でそう目指すそのスタイルみたいなものを共有して、はい、それを高めていく作業をキャンプから繰り返してきました、はい、その中でキーワードをいくつか設けて、うん、そのキーワードが、うん、判断だったり、うん、そのプレー基準 の、うん、ジャッジにね、うん、うまく作用するような仕組みを作って、うん、今取り組んでいます、はい、その中でさらにこう向上していかなければいけないところは多々ありますけれども、うん、まず選手がね、そのチームのためにしっかりと躍動してくれる、うん、で選手が自分でねこう、うん、前に出て行ったりだとか判断をするような仕組みを作ってやってもらいたいなというのは一番にあります。また人は心で動くので選手がそういう気持ちになるようなところはやはり大事だと思っていますし、少しずつですけれども毎日前進してね、サポーターの皆様やね、見ていただける人たちに喜んでいただけるように頑張りたいと思います。私も一応知事として今県庁っていう組織を率いてるんですけども、一番大事なことはやっぱり職員一人一人のモチベーションを上げる、うん、でポテンシャルを開花させるっていうことなんで、うん、今の話大変参考になったんですけども、チームどんなイメージのチームにしていきたいのか、まあ、あまりなかなかね単純に分けられないと思うんですが、はい、ものすごくこうパスを緻密につないでいくチームなのか、さっきザスパについてねチームワークいいって言っていただいて嬉しいなと思って聞いてたんですけども、どんな特徴のチームを目指されてるんですか。まあ、簡単にイメージ一言で言えないかと思いますけども、監督の頭の中では
僕はもうずっと言い続けてるのは、うん、スイッチが入った瞬間が共有できるチーム、うんうん、それは選手もそうですけど、見ている方にも、うんうん、あ、ここでスイッチが入ったんだ、はい、攻守にわたりですね、うん、そのスイッチが入った回数が多いゲームがいいゲームだという話をね、うん、選手にはしています、うんはい、なるほど。今の話聞いていかがでしょうか、社長の目から見て。はい、はい、全くその通りだと思いますね、うん、監督はスイッチって言ってましたけども、もう一つ監督の練習を見てて話を聞いていてすごい大事だなと思うのは、うん、意図的にっていう言葉をすごく監督が使われるんですね、うん、で結局いろんなデータをもとに選手は何を作っていくかっていうと、うん、あ、自分はこうやってプレーしたらここでこうやってスイッチ入れられるかもしれない、はい、あるいはここで我慢すればこうやってスイッチっていうのをポンって入れられる瞬間をあいつが作ってくれるかもしれないっていうふうに、はい、要するに自分が意図を持ってプレーできるような準備をされてるなと思っていて、それって先ほど知事がおっしゃってたその主体性みたいな、はい、職員の主体性と同じだと思っていて、そこをですね、こうやっぱり監督がうまく乗せていくのがやっぱりね、うん、形を作っていくのが本当に正直うまいなというふうに思ってまして、うん、私も経営者としてすごく勉強になるっていう感じです、はい、本当に、そこでこれも少しこの番組始まる前にねお話ししてたんですけども、カインズが素晴らしい会社ですけど、うん、ちょっと本社本庄なんですけど、うん、まあ、心はもうこの間津屋会長ともここで対談して心は群馬の企業だということで、もともとは伊勢屋から始まってるんでね、うん、まあ、それはいいんですが、あ、まあこれ素晴らしい企業で、まあ、津屋会長素晴らしい経営者なんですが、うん、かなりもう雑誌に対しても思いやりを持って思い入れを持っていただいてるみたいで、うん、まあ、ここが中核のスポンサーになって、まあ、練習場を整備することになった、うん、これはすごくいいニュースで、まあ、せいぜいながら県の方も一生懸命協力をさせていただいたんですが、これはあれですか、やはり練習場が整備される、つまり J2 のチームでね、さっきも話してたんですけど、練習場のないところは確か2つぐらいしかなくて、うん、もう本当に群馬県っていうかザスパクサス群馬が最後ぐらいだったんですけど、やっとこれでちゃんとしたホームの練習場ができるっていうのは、これはどんな意味を持つんでしょう、これ非常に大きいんでしょうか、まず監督の。いや、もう非常に大きいと思います、はい、クラブ経営の中でいろんな投資先がありますけども、うん、僕はよく足に投資をするか石に投資をするかみたいな話をねしてるんですけども、うん、まあ、はい、そういう施設にやっぱり投資をしっかりして、そこから生まれる影響で選手がね、うん、いい環境でできたり、うん、いいスタッフがそこでいい仕事をできたりすることで、うん、継続していいチーム作りに、うん、やっぱりみんながね寄与できると思うんです、はい、そういった面でそういったベースができることは非常に大きなことだと思います。うん、社長いかがですか。そうですね、やっぱり群馬ってもともと富岡製糸場ができて、うんうん、まあ、そこがその群馬のもともとの良さと融合して、うん、はい、その近代工業ができたとか、うん、あとはその飛行機のね、うん、やっぱりその研究所ができたことで、まあ、スバルの前身になったとか、はい、まあ、そういう歴史があるのが群馬の土地なんだろうなというふうに今、うん、まあ、僭越ながら学ばさせていただいてるんですけども、うん、サッカーっていうのはやっぱり世界的にすごくやっぱり成長している中で、うん、はい、やっぱり大学っていういい大学があるといい人材が輩出されて、やっぱり経済が潤うみたいに、やっぱり我々もいい練習場があって、で本当に監督なんかももうものすごいいろんな知見をお持ちなんですけども、うん、やっぱり優秀なその育成コーチみたいな方が来て、やっぱりいいサッカー選手を作る、うんうん、まさに我々っていうのはある意味では人材育成業でもあるわけですから、うん、まあ、その人材育成拠点としての練習場ができる、しかも専用の練習場ができて、うん、まあ、そこでいろんなそのサイエンス、はい、あるいはもともと実は群馬が持っていたその大学とかの知見を、うん、まあ、そこでより実証実験できるような、うんうんうん、そういうことになることによって、やっぱりその産官学の連携っていうのが、うん、結局具体的なザスパっていうチームを使ってもっと進むだろうなというふうに思ってるんですよね、うん、ですからもちろんザスパにとってもこれはすごくいいことではあるんですけども、うん、結局最終的にザスパの強さっていうものを支える、はい、群馬の地元のもともと持ってた力っていうものを、うん、練習場っていうのがうまく結合してくれるような拠点になるんじゃないかなっていう期待をしてます、うん、なるほど。非常に勉強になりましたが、今の話だと、まあ、練習場を持つっていうのは監督おっしゃってた通り、まあ、個々のインセンティブを上げるし、うん、まあ、いろいろ技術を
習得する、環境が上がるっていうのはいいことだと思うんですけど、もうちょっと社長は広く捉えていて、その練習場ができることによって、まあ、ある意味で言うとですね、こうサッカーを盛り上げていく、あのサッカーをやることによってスポーツを中心に地域を盛り上げていくみたいな、うん、エコシステムの中核みたいになっていくだろうと。でここがまあある意味ちょっと大げさかもしれませんけど、イノベーションの拠点みたいになっていくっていう、そういうふうに練習場を捉えていると、これってやっぱ世界のサッカーっていうか世界のスポーツの流れなんでしょうか。そうですね、うん、あの私も実は2018年19年に欧州 の、うん、あのサッカークラブを、まあ、少し調査に行ったんですけども、はい、非常にやっぱり練習場に力を入れてまして、うん、もちろんその広さっていうのもあるんですけども、うん、やっぱりスポーツサイエンスを取り入れた、特にドイツがやっぱり盛んなんですけども、うん、あのドイツのホヘハイムっていうところにいた時に、うん、ホヘハイムはあの大体人口4000人ぐらいの村なんですけども、はい、本当に脳科学、うん、心理学、うん、あとはいわゆるそのいわゆる認知の問題ですね、うん、要するに脳がもうその動きっていうものをどう捉えてるのかっていうことも含めた、うん、そういったいろんな研究所っていうのがありまして、うんうん、まあ、そこに実はですね、もう世界中からサッカー関係者がやっぱり視察に来てるんですよね、はい、うんうん、つまりその非常にこう、まあ、ある基準に沿った、うん、あの優れたそういった練習場っていうのを作ると、うん、実は群馬に来る、それを目的に来る人が増えるんじゃないかっていう、うんうん、そういう期待もしてるっていう感じですかね、うんうん、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっと練習場についてはそういう意味で言うと、ちょっといろいろこうね注目していきたいという可能性があると思います。まあちょっと私あのサッカー あまりあの詳しく知ってるわけじゃないんですが、まあこれからももちろんザスパあのオープン戦にも行きましたけど、特に今シーズンは注目して、まあ、行けるときはもうぜひですね、あの足を試合に足を運びたいと思うんですが、これはちょっと素人っぽく言うと、あのまあ監督もそのザスパなかなかチームワークがいいとポテンシャルあるというふうに言っていただいたんですけども、まあ課題もあると思うんですね。でこれはなかなかあのここで、どこまで言えるかっていうのは作戦もあると思うんですが、例えばどういうところがザスパの課題で、これを監督としてはどう強化しようとしているのか、例えばこれはディフェンスをさらに強化するのか、あるいは攻撃陣をさらに強化するのか、まあもうすでにですねそれぞれ今チームみんなそれぞれのポジションで頑張っているので、まあ、こういう方々のまずポテンシャルを最大限に引き出すっていうことは当然なんですけども、よくやっぱこうプロのチームの世界ではね、補強みたいな、ここら辺になんかちょっとエースストライカー持ってこうとか、ここら辺にディフェンスの強い人持ってこうとか、ボランチこうしようみたいな話があると思うんだけど、まあ、言える範囲でいいんですが、監督として言うと今のザスパの課題で、そこについて監督はどんな対応しようとしてらっしゃるのか、ちょっとお聞きできれば、言える範囲で結構ですが。はい、あのギブンコンディションの中でね、最大値を出すということを目標の一つに掲げています、はい、今その一緒にね仕事をしている選手たちの今力を当然ね、個別の力を上げることで、グループワークのところで、はい、なんていうかな、絶対値を一人一人の絶対値はなかなかこう上げることはトライしながらも、はい、若い選手も含めてみんな努力してくれてますけども、はい、グループとしての力であったり、はい、そういったタイミングを合わせたり、うん、グループでの強さみたいなものをやっぱり向上させていくことが、うん、今ザスパに必要なことだと思っています、うん、そのためにやはりそのことに対しての価値であったり、うん、グループワークをすることで何が得られるかみたいな共有する理解を、ね、深めることを日々トライしなきゃいけないと思いますし、うんうん、先ほど知事がおっしゃったような補強やそういったものに関して言えば、はい、まあ、あとは社長が喋ってくれると思うんですけども、はい、いかがですか社長。いや、ね、はい、はい、あのこれはやっぱり最大 の、まあ、あのザスパのやっぱり経過台ではあるとは思うんですけども、うんうんうん、あの J リーグの場合はホームグローン制度っていうのがありまして、はいはい、やっぱり地元のクラブのアカデミーとかスクールで育った選手を一定数入れなければいけない、うんうん、はい、それは結局地域 の、 そのプロ選手の養成能力を高めろっていうですね、うん、J リーグのメッセージではあるんですけども、うん、はい、残念ながら現段階ではあのザスパーの方はちょっとホームグロウンの選手がおりませんで、うん、はい、まあ、これは練習場ができることによって中長期的に取り組まなければいけない最大の課題だと思うんですけども、うん、改めてこうトッププロ選手をこう育てると、はい、これはものすごい時間がかかる、うん、本当に5年6年、はい、7年かかることなんですけども、はい、まあ、それを腰を据えて、うん、あの我々が取り組まなければいけないなというふうなところを思っています、うんうん、ですからもちろんトップチームに関してはあの大槻監督が今おっしゃったように多分あのいろんなことがあっても、うん、いろんな形でこうカバーしながら、うん、あのなんとか今シーズン戦い抜いてくれるんじゃないかと、うん、勝手に社長としては期待をしてますけども、うん、我々経営側としてはやっぱりあのトップチームと
アカデミー、スクールの改めて連携、ここをですね、より一層強めていただければならないなというふうには思ってます。ありがとうございます。津屋会長見てらっしゃいますか？ホームセンター業界ナンバーワン、もうベイシアグループ全体で1兆円を超える今収益を上げておられるんで、ぜひですね、会員としてもさらにザスパにご支援をお願いしたいと思います。県知事としてもすごく注目してるんで、しっかり協力してですね、ザスパ群馬草津をですね、盛り上げていければというふうに思っています。ちょっと時間があと10分ぐらいになっちゃったんで、最後に少しこの話題をですね、触れていきたいと思うんですけども、ストレスが溜まってるんで、どんどん喋って松岡修造さんみたいになってきたんで、ちょっとこう少し冷静に戻したいと思いますが地域振興について、で実はここの実は連携協定の時にも来ていただいたんですけど、楽天の三木谷さん以前からよく存じ上げててですね、いろんな連携協定やって、水上にドローンスクールみたいなのもできるんですけど、三木谷さんにね、対談した時に聞いたのは、プロスポーツが地域の振興につながるってことでいうと、楽天はものすごくやっぱり成功例だと思うんですよね。でいろいろその何て言うんでしょうか、アドバイスもいただいたんですけども、どうやってこのザスパ草津群馬を盛り上げる、ここで県民を感動させるようなドラマを作り出すことによって、これどうやって地域振興に結びつけていくのか、地域経済に貢献させていくのか、そこら辺のちょっとビジョンについて少し伺えればと思います。じゃあまずは私の方から、フリーの方ありがとうございます。やっぱりですね、今までその多くのスポンサー企業さん、株主企業さんというのが、やっぱり群馬の名だたる企業さんが入って応援いただいてるんですけども、今後の実はうちの川岸がやっていくホームタウン活動の中で、ザスパの恩返しっていうコンセプトを彼が描いてまして、私もそれ聞いた時に思ったんですよね。確かにそうだよなと、今までこう J に入る前から、J リーグに上がってから、ずっとね、 J1 に行けない中でも長年いろんな企業さんにこう支えていただいて、やっぱりそろそろ私、我々20周年で恩返しをしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってまして、いろんなことを考えてるんですけども、一つ目はですね、このちょうど横にある熱源というスペースを使いまして、もう少しこう、企業さんに何かこうビジネスのきっかけになるようなヒントとか、あるいは、いろんなそのやっぱり中にいる社員さんのこうなんか気づきになるような、そういったことはできないかなと思いまして、実は今度の3月22日から第1弾やっていくんですけども、毎月ここでザスパがきっかけビジネスセミナー、ありがとうございます。それをお聞きしてお礼言おうと思ってたんですけど、PR させていただいて、そういう勉強会を毎月やろうというふうに思っております。で、そういった中ですでに100名以上の方が実はご応募いただいてるんですけども、やっぱり群馬県経済同友会さんとか、いろんなところとも一緒になりまして、やっぱりこう群馬県の企業さんにこう新しい情報とか、あと新しいつながりですよね、やっぱりコロナの中で企業間がちょっと距離が空いちゃったかなっていう悩みを抱えている経営者の方が多いので、ここの熱源に皆さん来ることによって、やっぱり新しいこの群馬県の企業同士のつながりを生み出すような、そういったこう、あくまでもサッカーっていうのをベースにしてるんですけども、スタジアム以外でもそういった貢献ができるようなことを今始めようと思ってます。で、4月はですね、実は渋川出身のスタートアップの経営者さんをお招きする予定ですし、5月はちょっとシェアリングサービスを使った、これもですね、なんとザスパの練習生だった方がですね、経営者でやられてる実は企業さんがありまして、実は結構群馬県って起業家輩出県だなというふうに思ってますんで、こういったいろんな優れたビジネスパーソンをお招きして、でそういう方に話を聞くと、いや群馬のためだったら俺行くよっていうふうにもうすぐ言っていただけるんで、そういう方と触れ合う方によって群馬県の企業あるいはビジネスリーダーが元気になるような、そういった機会を作ろうと思ってます。ありがとうございます。ここがやっぱり社長の素晴らしいところだなと思って、そういうこう、非常にねこう柔軟で広い視野でこうやっぱスポーツを捉えてるっていうところがすごいなと思うんですけども、群馬県出身でも活躍されている起業家の方たちが大勢いて、新しい群馬県の総合計画を作るときに、有識者懇談会作ったんですけど、その中でも例えば人事の田中社長さんとかね、熱い人なんですけどね、招き猫の越高さんとかですね、いろんな方々がいるんで、ぜひそういう方々とも交流していただきたいと思いますし、熱源これからようやく会員も増えてきて、こっからなんで、とにかくね、にぎわいを、監督にぎわいを作ろうと思ってここ作ったら翌日から来ないでくれって言わなきゃいけなくて、皆さんコロナだから来ないでくださいみたいな、でようやくこれで
雰囲気も整ってきたんでですね、ぜひでこの熱源も使って、まあ、パブリックビューイングもできる、あそこの壁にもね、なんかあのエヴァンゲリオンのロンギヌスの槍みたいなところあるんですけどあそこの壁にもあの大きなスクリーン映せるんで、ぜひパブリックビューイングみたいなのもやりたいんで、その時はぜひ監督協力していただけますかね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでもありがとうございます。コメントちょっと読んでくれっていうことだったんで大槻監督、石井社長、この前のホーム完成させていただきました。次こそ勝利してください。SNS に、力を入れてると聞き、嬉しく思いますとあのいうことです。次こそ勝利ということですけど、まあ、今頑張ってますんでね、あの22チームある中で真ん中なんで、ここからどんどん皆さんビッグデータ集まってくると、ガンガンですね、またあのザスパクサツは強くなってくるんじゃないかというふうに思っています。あのそこであと5分になっちゃったんですが、まあ、ちょっとビジネスの話もうちょっとやりたかったんですけども、あの今シーズンのザスパのスローがいいなと思ってね、ビハンドザスパ、ザスパを超えろと、こういうこのスローガンを通じて何をそのサポーターの皆さんに伝えていきたいのかと、そこはじゃあ監督の方から、監督社長の順でちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、このスローガンを選んだ時にですね、はい、僕も意見を聞かれました。で、何よりも僕自身もこの新しい土地に来てね、はい、挑戦したいという気持ちもありましたし、選手とともにね、このザスパでね、はい、選手一人一人のポテンシャルを今まで以上に向上させる、向上してもらう、うん、そのための僕もトライですし、はい、クラブとしての過去の数字的なものを超えたいという意図は大きいんですけれども、うん、何よりも日常からね、はい、選手ともにこう作る空間みたいなものをこれまで以上のものにしたいという思いを持って、このスローガンを捉えています。はい、舞台はねスタジアムなので、なかなか稽古場であるトレーニングはね、はい、それ全員あのスタッフあのサポーターの皆様には見ていただけませんけれども、はい、それが伝わるような試合ができるように、うんうん、選手とともにね頑張りたいと思います。はいはい、ありがとうございます。社長いかがでしょうか、このビアンドザスパに込めた思いを。はい、そうですね、はい、あのもう正直言いますと、私自身がそもそも社長業っていうのがまあ初めてですし、うん、はい、まあ、J クラブの社長っていうのは初めてですし、この群馬で仕事をするのもまあ実質初めてっていう中で、うん、はい、本当に自分自身がこのビヨンドザスパっていう中で、うんうん、あの自分自身が自分を超えていかなきゃいけないなというふうに思っています、はい、っていうのは一つですね。でその自分自身が超えていくところに、はい、実はあの関わる群馬県民の方も巻き込んじゃおうかなっていうふうにちょっと不謹慎ながら思っていまして、うん、はい、おそらく多くのその群馬の方は、はい、やっぱりもしかしたら無意識のうちに、うんうん、まあ群馬県だからしょうがないよとか、うん、まあ、群馬のサッカーだからとか、場合によってはザスパのサポーターでも、はい、まあ、ザスパはまあずっとこうだからっていう、うんうん、どこかでこう無意識の壁みたいなものを作ってきてしまったところも、もしかしたら僭越ながら20年の中であるのかなと思ってまして、うんうん、そこはこうみんなで超えようよと、うんうん、本当にこう今までのところを超えて次のステージに第一歩を踏み出そうと、うんうん、はい、いきなり J1 に行くっていうのは確かに難しいかもしれないけど、うんうん、JY の足がかりっていうのを今シーズンで着実に踏み出すってことに、やっぱりあのスポンサー企業もサポーターさんも関わるいろんな方を巻き込んで第一歩を踏み出したいなと、まあそういう意味としてのビヨンドザスパでいきたいなというのはすごく思ってます。うんうん、ありがとうございます。やっぱりあの試合に行って感じたのは、まあサポーター熱い人たちが多いっていうのとね、あとあの相手チーム、あのモンテリオ山形から相当応援団が来てて、うん、あとあの応援団の太鼓の打ち方がね、やっぱなんかね洗練されてて、うん、うちのなんかファンのクラブもいいんだけど、なんか私一応音楽やってるので、このリズムをいろいろ考えてるなみたいなのがあったんで、やっぱりこうみんなから愛されるチームになると、まあ、本当にあの例えばザスパの試合が県外にあった時にも大勢のサポーターと一緒にね、まあ、チームを駆けつけるみたいな、うん、そういう雰囲気をもう作っていくっていうこともおそらくすごく大事だと思いますので、おっしゃるとおりですね、あのそこは頑張りたいと思います。あの最後になんか自治体に対して少し要望したいこととかありますでしょうか。一応県庁で私がちょっと監督ないんですけどラスボスなので、お話をちょっと伺えればと思います。ありがとうございます。はい、はい、もちろん練習場の件に加えてさらにこうスタジアムっていうのもサポーターからすごく期待が高いところではあるんですけども、はい、うん、はい、まあ、これは時間かかるところだと思いますので、はい、またじっくり話せればと、うん、ただ、まあ、こういった我々ザスパがやっぱり県民に認められるようになるためには、やっぱり県が抱えている課題ですね、うん、はい、もしかしたら高齢化の問題かもしれませんし、うん、
まあ、学校がもうちょっとこう教育の質を上げたいとか、うん、多分その独居老人の問題とか、うん、いろんな問題抱えられてると思うんですけど、はい、それをぜひザスパを使って解決しようということで、うん、はい、どんどんザスパを活用してほしいんですね、はい、我々もそれに応えていきますんで、うんうん、やっぱりそういう県民が抱える課題を我々が少しでも解決するからこそ、うんうん、より認められる応援されるクラブになると思いますんで、うんうんうん、こういうのはザスパで何とかできないの、はい、こういうのはどうなの、うんうん、こういうんだったらザスパはどんなアイディア出てくるの、うん、っていうのをもうどんどん振っていただければなというふうに思ってます。なるほど、ありました。ザスパという、まあ、この枠組みっていうかね、素晴らしいツールを使って、県全体を活性化していくという、ね、こういう発想で臨んでほしいと、はい、こういうことだと思うんで、はい、ありがとうございました。あっという間の45分でだいたい時間を守るんで、これで、今日の放送終わりたいと思いますが、今日はですねザスパ群馬草津のですね2人の、まさになんかデジタル時代のですねリーダーをお招きをいたしました。石井社長さんと大槻監督、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。市民の皆さん、最後に申し上げたいと思います。21日で、まん延防止等重点措置、これは解除になります。これはですね、もう前から言っているように、できるだけ早く経済を、まあ、回したいということなんですけども、ピークアウトのペースが遅いんですね。ですから解除の後もですね、ぜひですね、感染防止対策は徹底をしていただいて、しっかりと感染防止対策をしてですね、ザスパの試合を見に行っていただければというふうに思います。今日も最後までありがとうございました。それでは直角ストリーム、今日はこれで終わりたいと思います。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。スタジアムでお待ちしております。